山田です。今日7月8日、海外やね、コミュニティデイ、ゼニガメのやつ始まっております。日本はね、今回延期ということで、割とこの土日はね、まったりとしたそんな感じになっております。私山田、今回ピカチュウおよびゼニガメですね、両方ともかけてるサングラスが同じ方、公式さんのね、名前だったのティアドロップ型というの言われていたので、まあちょっとポチってみましたよね、かけてみたよね。なんか怪しいよね、ひたすらにこの感じ怪しいよね。まあいいんだけどさ、日本国内の方は、まあ延期いつになるのかっていうのはこれまだ分かってないんですよね。なんですが、実際もう海外フリーザーデイおよびゼニガメのコミュニティデイ、開催されたということで、内容に関してはね、すでに分かってきてます。なんですけど、これがなかなかね、やっぱりその日本国内の方参加してないからやっぱ分かんないんですよね。まあツイッターとかで断片的には情報流れてきたりとかしてたんですが、まあ分からないということで、今回は、フリーザーデイと、そしてゼニガメのコミュニティデイ、この2つ海外でどんな感じで開催されていたのか、中身はどんなもんだったのか、この辺を少し紹介していこうと思います。怪しいねやっぱね。はい、それでは今回もね、ゲームイズのページ見ていきましょう。すごくこれサングラス見にくいですね、これちょっとこれ上にかけておきましょうかね。ちょっとね、サングラス見えにくいんで、これはい、行きましょう。はい、読んでいきましょう。ポケモンの7月のコミュニティデイはゼニガメが大量発生。はい、記事自体は以前からあるんですが、今回は海外のやつが、ね、発表の後段階でちょっと情報が、追記されております。やっていきましょう。内容はどの辺を今回は紹介したいかな。あ、そうですね、やっぱり皆さん気になってるのは、あのゼニガメの、フォルムと、あとは色違いですよね。この辺がいるのかどうかって部分だと思うんですが、はい、こちらサングラスについては確認が取れました。コミュニティデイに追加される専用のフィールドタスクの中には、達成するとサングラスをかけたゼニガメと遭遇するリワードがあるとのことでした。はい、ということで、今回ですね、この色違いについてはね、情報をね、ちょっとゲームイズの方に投稿していただいた、提供していただいた、ツイッター上の方がいらっしゃいました。ありがとうございました。その方からですね、その顔あり顔なし、顔なしじゃないわ、メガネありメガネなしで、っていうのが、その野生では出てこないっていうのがね、どうやらこれあったみたいです。なので基本的にはゼニガメっていうのはいっぱい出てるんですが、もしもこのサングラスのね、サングラス、ティアドロップサングラスをかけているゼニガメ欲しい方は、タスクをこなす必要があるということですね。でですね、今回なんとですね、色違いの代わりに、このサングラスの、ゼニガメが出てきているのかなと思ってたんですね、僕自身は。なんですが、なんと今回別みたいですね。色違いは色違いで出てきていて、かつそのあれですね、サングラスはサングラスで出てくるということなので、例えばサングラスをかけてない色違いゼニガメが野生で出てくることもあるし、タスクの中から、グラサン色違いが出てくる可能性もあるんですね。なのでこのコミュニティで今回開催された場合ですね、日本国内で開催された場合は、皆様はもうリワードですね、タスクをじゃんじゃんこなして、色違いのサングラスゼニガメを狙うような、そういった形になっていくんじゃないかと思われます。僕自身もそれが非常に欲しいです。これでも結構きついと思うんだよな、確率的にね。まあでもタスクに関してはゼニガメのゲットですよね。5匹ゼニガメをゲットすることでこなせる、毎回コミュニティでそれあるじゃないですか。何々をゲットした、何々を、その5匹ゲットしたっていうところで消化できるタスク、なので、ゼニガメが出現率がバン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 上がっている中だと、そのタスク自体はね、消化しやすいかなというふうに、思います。はいはい、進化後もサングラスをかけている。まあこれはね、まあ例えば今までのあのピカチュウ、帽子ピカチュウとかの進化させて、ライチュウにしても帽子かぶったままだったじゃないですか。このことから、まあ多分そうだろうなと思っていたんですが、やはりサングラスをかけていても、かけている、ゼニガメを進化させるとカメール、カメックスも、どうやらかけているということが、判明しましたって感じですね。なんでサングラスなのか、これについてはお話ね、以前僕動画の中でもお話ししたんですけども、まあなんでかちょっと馴染みがない方に、まあ、説明すると、ゼニガメなんていうのはね、ポケモンのアニメの方に、ね、いるんですよね。まあ、捨てられた、トレーナーに捨てられたゼニガメたちっていうのがいっぱいいて、そいつらがこう集まっている不良集団ゼニガメ団、彼らはそのゼニガメ団に入
入っている、これはサングラスをするんですよね。はい、なので、そういった証がありますよと、そういったコラがいたよということをね、覚えていただければなと。で、今回のこのティアドロップ型、このサングラスよね、これはこの丸っこいタイプの、サングラスっていうのは普通の一般ラインとかがつけてたんですよ。で、ポケモンの、本家のアニメのですねの、サトシがゲットしていたゼニガメっていうのはこれがシュンとリーダー格なんで、ちょっとね、こう、尖ってるんですよね。なので、サングラスのタイプがちょっと違うので、あれ、丸かったっけっていう風に思われる方ももしかしたら一定数いらっしゃると思うんですが、この、サングラスは、まあまあまあ、かけてるコラもいたと。はい。ですね、そして、ハイドロカノンについてですね、特別な技はハイドロカノン。公式の画像から、推測3ゲージ技である可能性が高いという風にこれ言われているのですが、僕自身ですね、ハイドロカノンのこちら画像をちょっとね、海外でポケモン GO をプレイしている方からいただきました。すごいありがたいですよね。なので今回の、何が起きる、どういった技の威力で、そしてゲージが何なのか、ハイドロカノンに関してですね、どうやらですね90ですね、威力90の、2ゲージ技ということが、ちょっとね僕も画像いただいたならば書いてありました。なので結構使い勝手はね悪くないのかななんてね、今回ねすごく思いました。今までのねブラストバーンとあとはハードプランとか、あの2つって威力どうだったっけね、ちょっと一回調べ直しましょうか。出ましたね。ちょっと確認してきたところ、ハードプラントは威力100の2ゲージ、ブラストバーンは威力110の2ゲージ技で、今回のハイドロカノン90の2ゲージ技、あれって感じですね。ちょっとと今までの中では威力が最弱、ついに3桁じゃなくて2桁になっちゃいましたね。どうかな。まあそもそもね、ちょっと実はこれ僕前の動画からいろいろ話してきたんですけど、ハイドロカノンが来たとしても、ハイドロカノンがブラストバーンとかあの辺、ハードプラントぐらい強かったとしても、果たして使うのかっていう、疑問はあったんですよね。カメックス自体がそこまで正直強いポケモンではないっていうのはまああるんですよね、現状のポケモン GO だと。なので例えばジム戦とかレイドバトルで、水タイプとして、彼を使うのか、ハイドロカノンを覚えたカメックスを使うのかと言われれば、うーんっていう部分は正直あったんですね。で、威力90ってことはあれっていう。ただ、わかんないです。技のスピードがものすごく速くて、その DPS とかがね、非常に良かっただとか、こういったところがあるならば、ワンチャンワンチャンありかなっていうような思いは、今、なきにしもあらずですね。ちょっと他の水タイプの技見ていきましょうか。はい。水タイプの技、ちょっと確認してきました。まあ、今回ね、ハイドロカノンが、ゲージ攻撃ということで、水の2ゲージでかつ威力が90っていうのは、今のところないですね。例えば波乗り、とかが現状2ゲージ技だとやっぱり強いって言われてますよね。 DPS、割とサッと出てくるし、威力も高いっていうところで、であとはですね、塩水熱湯水の波動とかこの辺あるんですけど、威力60、80、70って感じっています。ただ、今回のハイドロカノンが90ということで、威力だけで言ったらやっぱりトップクラスなんですよね。でハイドロポンプみたいな1ゲージ技がその1ゲージ全部使って130ってところを考えると、1ゲージフルフルで溜めた時の爆発の今一発ドーンっていったら、まあ強いっちゃ強いです。でまあハイドロカノンも、ハイドロカノンじゃない、ハードプラントもブラストバーンも速度はねそんなに遅くなかった、ので今回の、ハイドロカノンもね遅いってことは多分ないと思います。でもどうかな。まあ結局のところね、その技の威力よりも本人の種族値の部分っていうのが結構ポケモン GO 重要になってきちゃっているのはまあ否めない。まあポケモン GO っていうか本家もね、そこはある程度はそうなんですけど、ポケモンって結構その本人の強さっていうのがね、そもそもベースラインなので、どうかな。まあでも、まあ何よりもね、僕は今回は見た目、カメックスとか、ゼニガメに関しては見た目がね、非常にいいのでね、まあそういった意味ではね、まあなんかいいのかな。そこまで強さを追求しなくてもいいのかなっていうね、思ってたりも実はします。それじゃあ最後にフリーザーデイですね。こちらも海外で行われてきたので少し話していこうと思います。フリーザーデイなんですが、以前ね、ちょっと動画の中でお話しした通り、当日は黒玉が生まれるのは基本的にフリーザーのみ、今はレジアイスの期間なんです。
ですか、レジアイスが出てこないって言われていたのですが、こちらが確定しましたね。海外の方で、この期間中フリーザーデーの時間内は、レジアイスの出現はなかったとのことでした。でもう一個すごかったのがですね、今回のフリーザーデーのその黒卵率が異常なんですよね。なんか出てくる画像が全部、出るレイド全部フリーザーっていうような状態だったんですね。海外の、他のね YouTuber さんの動画も見ました。みんなフリーザーみたいな、なんかそんな感じになってたんですね。なので今回のフリーザーデイに関しては、その、しかもその3時間限定なんですよね。3時間限定じゃないですか。ということから、もう始まった瞬間からボーンともう全部3時間入っててますみたいな。なんていうかな、例えばその3時間って言われていて、最後の要はラスト10分とかに出てくるとこれさらに延長になるわけじゃないですか、それが割れるまでの時間が。なんですが今回3時間をきっちり測るために、その開始時間にレイドがボンと始まって、3時間後に全部消えているような、そういった計算にどうやらなっているみたいでした。で本当にフリーザーまみれなので、基本的にはそのやりたい方、フリーザーデーを楽しみたい方っていうのは、レイドが密集している、ジムが密集しているエリアにも初めから張り込んどいて、でもう大体そこからボボボボボボと出まくるので、そこに挑戦するっていうような、そんなスタンスになるのかなというふうに、今回ちょっとね海外のやつを見ていて思いました。あと色違いですね。色違いやはり実装ね、まあ公式さんがアナウンスしていたので入っていたんですが、確率としてはですね、なんかまあ正直統計まだ取り切れてないんですよね、海外のやつ見てるとね。なんですが結構取れてる人は取れてるっていうような感じで、でもう死ぬほど渋いっていうような、そういったアナウンスっていうか、その情報は出てきてないんですよね。なので今の情報の出方、画像の出回り方、この辺を見ていると、他の、色違い伝説とかと確率はまあ同じなんじゃないかなというふうに今ちょっと僕は見てて思いました。なので例えば20分の1ぐらい、20戦してそのうちの1回ぐらいは色違いかもねみたいな、それくらいの確率なちょっと気はしてます。ただこれに関してはちょっとまだその本当に行われて、すぐのタイミングなんで、統計絶対どこも出てまだできてないと思いますので、そういったものが出てきたタイミングで、また動画の中でお話しさせていただこうと思いますので、よろしくお願いします。フリーザーの、ね、色違いちょっとねあれなんですよね、色がその若干こう水色に近いというか、少し白っぽく、なっているフリーザーがね、まあ色違い入手できますので、日本国内でのね発表がいつになるのか、延期していつになるのか発表ね、まあ皆様、待ちましょう。はい、ということで今回これで終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、よし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 、はい、よいしょー。はい、ちょっといきなり場所変わりました。動画の中で解説していた内容のプラスアルファのことが少し分かってきたので、これについてね過失で今ちょっと動画撮っております。何かと言いますと、まずフリーザーデについてなんですけれども、まあ3時間ねもうめちゃめちゃ湧くと、で黒卵率がめちゃめちゃ高いと、だからもうすごい効率よく回れますよみたいなお話をさせていただきました。で色違いの確率も話したんですが、ですねさらにちょっと突っ込んだ部分が分かってきまして、その1、フリーザーの強さですね。今回のバトル中ですね、レイドバトル中のフリーザーの、強さっていうのがなんと弱体化されていることが分かりました。正確には弱体化というよりも、黒卵ですね、伝説レイドっていうのは黒卵と言われるものになっていますね。レイドっていうのは下から数えてピンクと黄色と黒で、それぞれピンクと黄色は、レベル1とレベル2、レベル3とレベル4ということで2段階、レベルがあるわけですよね。いわゆる星3レイドとか星4レイドみたいな。で星3レイドはソロクリアができるけれども、星4レイドっていうのは基本的にはソロは無理で、まあ最低人数だったら2人とか、めちゃめちゃ強化したパーティーがいれば、2人でもギリギリ勝てるよみたいなね、そういった感じの、レイドの設定になっていて、星5は基本的に2人とかのソロはまあきついよねみたいな、2人クリアとかは嫌みたいな、そんな感じになってるんですが、今回のフリーザーが、まあ、黒卵から黄色ですよね、だから星4レベルのレイドと同じくらいの強さに CP を下げられています。あ、ただこれはあのフリーザー自体の本人の、もちろん種族値が落とされているというわけではなくてですね、単純にバトルの時の、まあ、表示される CP ですよね、とか、この辺が、落ちてるって状態ですね。つまりどういうことかというと、撃破にかかる、時間っていうものが若干短くなりました。そして、より、その与えられるダメージとかも大きくなったっていうことですね。これ自体はすごい喜ばしいことです。ただし1個だけレイドのこの難易度が下がったことによって、バトルですよね、通常伝説レイドってのは300秒ですよね、6530だから
から5分、5分間バトルすることができたのですが、これが短くなって180秒になっています。5分から、3分、弱くなった代わりに3分以内に倒さなきゃいけない、つまりそのバンギラスとかね、ああいったレイドバトルと同じような条件になっています。なぜこんなことが起きているのか、もちろん公式さんからこちら発表はございませんが、基本的にはですね、僕の、予想だとレイド、今回フリーザーデイっていうのは来たら3時間しか挑戦できないわけですよね。で3時間の中で多分ほとんどの方は色違いフリーザーが欲しいなという思いがあると思うんです。ってことはその何回も何回もその挑戦をする回数を増やしたいっていう方が、いると思います。そこに対しての配慮なのかなと、海外のすでに挑戦している方で最小人数2人ですね、バンギラスでゴリゴリに固めたパーティーで、2人のトレーナーさんだけで、フリーザーを制限時間内に倒したという報告上がってきています。なので当日ですね、例えば3人とか4人いればその、最適なポケモンをそれぞれがちゃんと使っていれば、もしかしたらクリアできるのかもしれません。はい、っていうのがちょっと、こちら補足ですね、話させていただきました。そしてフリーザー自体ですね、画像もすでに、出していたんですが、ちょっとね僕動画の中で明確には多分お話ししてなかったんですけど、フリーザー自体が3時間出現している状態ですね。一つのジムに3時間、例えばその、じゃあ何月何日分かんないですけど、フリーザーデイが12時にスタートしましたって言ったら、もうレイドがやるところが一斉にボンともう割れちゃうんですね。で、15時になるまでもずっと出てる、そこはだから40、普段だ45分50分だっけ、の間だけですけども、その間じゃなくても3時間ずっと、要はもう終了時刻まで全部出てますみたいな、そんな状態になります。なのでこう結構ね、その制限時間だからやばいわーって言って走っていくっていうよりも、いろんな人らがもう時間内に出てるフリーザーもうひたすらやっていくみたいな、そんな流れになります。でこのことからですね、普段よりも一つのジムに対して集まる人数っていうのがちょっと少なくなってしまう可能性があります。なので例えば自分が、あそこのジムに行ったけどその瞬間、誰もいないと、どうしようかっていう風に待つ時間が、できてしまう可能性があります。なのでこちらゲームウィズの方でもちょっとねお勧めしているんですが、何人かで行動する方が基本的にはいいんじゃないかと。だから一番いいのは3人ぐらいかな。でその回っていくチームで、なんていうんですか、フリーザーを効率よく、ゲットしていくと、こういった形がいいのではないでしょうかというふうに、私自身思っております。あとですね、ゼニガメの方ですね、コミュニティデイについても一つだけ補足がありました。ゼニガメのコミュニティデイでタスクでね、そのポケモン入手できると、ゼニガメの、メガネ付きですよねが入手できるって話をしたんですが、なんとですね、あのタスク、例えばじゃあ僕がそのじゃあ六本木ヒルズにある一つのポケストップを回してタスクを入手したと。でそれがゼニガメ5匹ゲットの、タスクでした。でこのタスクをこなした時に、もしもグラサンかつ色違いの、ゼニガメだった場合、この、全く同じポケストップから、入手したタスクですね、これから生まれたゼニガメっていうのは全部の人ですよね、が色違いサングラスゼニガメになるんですよね。どういうことかというと、各ポケストップごとにタスクが設定されています。そのタスクから生まれてくるポケモンが色違いか否かっていうのが、今回のこのコミュニティデイ中ですよねっていうのは、どうやらその固定みたいです。これが通常時もそうなのかっていうのはちょっと検証ができていないのですが、少なくとも今回のゼニガメのコミュニティデイに関しては、一つのタスクで、グラサンでかつ色違いか色違いじゃないかっていうのは、もう各ポケストップごとに設定されているということが、海外の方でこちらが判明しました。ということでね、コミュニティデイおよびフリーザーでいろんな情報がパパパッと出てきていましたので、皆様それぞれのことにちょっと覚えた状態で、日程の発表を待ちましょう。はい、そんな感じですね。はい、ということで今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。